話題の新型トヨタシエンタ。先日フルモデルチェンジを果たして3代目へと進化したトヨタシエンタ。普段使いにも最適なコンパクトな5ナンバーサイズのボディと、両側スライドドアを持つ利便性の高さや、3列7人乗り仕様と2列5人乗り仕様を用意してファミリーユースだけでなく、最近流行のアウトドアレジャーや、 車中泊にもぴったりのパッケージを持った人気車種だ。新型となった三代目も前述の長所は踏襲しながらも、最新のパワートレインを搭載し、先進安全装備も充実したものとなっており、ハイブリッドモデルに待望の 4WD モデルを設定するなど従来型で、こうだったらいいなというポイントをらく網羅している点は、 さすがトヨタといったところだろう。またエクステリアデザインも、どちらかというと癖の強かった仙台型に対して、丸と四角を効果的に組み合わせた温かみのあるデザインとなっており、CM では愛犬を模したイメージ戦略を実施するなど、仙台以上に愛されそうな一台に仕上がっている点も、見逃せないポイントと言えそうだ。 そんな新型シエンタではあるが、その注目度の高さゆえか、ネット上では賛否両論巻き起こっている様子。先代型もそうだったが、新型においては、先代型以上にそのエクステリアデザインについて、論争が巻き起こっているようで、今回はそんな意見も含めてネットの意見をまとめてみた。大きく変わったエクステリア。 新型シエンタについての否定的な意見は、ほとんどがそのエクステリアデザインに集中しているようだ。新型シエンタは室内を広く見せつつ、ボディを大きく見せないデザインとして、四角丸シルエットと、名付けられた箱型のボディを採用しながらもバンパーコーナーや、ルーフの角を丸めて視覚的にコンパクトに見せるデザイン手法を取り入れている。 このデザインについて、フィアットパンダに似ているという声や、ルノーカングーや、シトロエンベルランゴといった欧州のマルチパーパスビークルに似ているという声が、多く上がっており、パクリデザインと断定するような声も多く上がっていた。それ以外の意見としては、最上級グレードが300万円に迫る価格と、 なったことで、大幅な価格上昇となってしまったことや、その価格帯であるにもかかわらず、今では軽自動車にも採用されるようになっているブレーキホールド機能を、持つ電動パーキングブレーキが、備わらない点を指摘する声もあった。また、長きにわたる半導体不足の影響によって、一部グレードや一部装備を装着すると、 納期が大幅に後ろ倒しになる点については一定の理解を示しながらも先行して生産される仕様がほぼ最上級グレード一択になってしまう点に不満を感じるという声も見られたデザインへの好意的な意見は新型シエンタに対する好意的な意見もまたエクステリアデザインにまつわるものが多く寄せられていた 中には先代型の個性的なルックスが苦手と感じていて、新型の癒し系のルックスに交換を覚えたという意見や、トールワゴン風のボディ形状と前後のランプ類の位置関係から、往年のファンカーゴを思わせる道具感が良さそうという声もあった。また、欧州車に似たテイストであることを理解した上で、 カングーやベルランゴは3ナンバーサイズで取り回しに不安だったので、5ナンバーサイズに収まっているシエンタは大歓迎といった意見や、燃費性能に優れるハイブリッド仕様をラインナップするシエンタは、魅力的という声もあり、むしろ欧州車風のデザインであることをプラスに捉えている声が多かった。その他の意見としては、 意外にもメーカーオプション設定されている。天井サーキュレーターを歓迎する声が多く、リアエアコン、リアクーラーまでは必要ないけれど、従来型では後部座席に座る子供やペットなどが暑そうにしていたので、効果が期待できそうという意見も見られた。このように賛否分かれた新型シエンタのエクステリアデザインであるが、 購入を検討しているユーザーの多くは好意的に受け止めており、そうでない人たちからは、否定的な意見が出ているという興味深い状況となっていることが分かった。よくよく考えてみると、先代型が登場した時も似たような状況となっていたが、蓋を開けてみればモデル末期まで、安定した販売をマークする人気車種となったわけで、 新型も同様になるのか、はたまた侵略の結果となるのか。今後の展開が楽しみな一台と言えそうだ。